ございました。皆様、席の方にお戻りください。これより橿原神宮トワイライトコンサートを開始いたします。本日の演奏は陸上自衛隊中部方面音楽隊です。中部方面音楽隊は兵庫県伊丹市に所在する方面総監直轄の音楽隊、昭和35年1月に総隊以来、近畿、東海、北陸、中国、四国の岐阜19県の広範囲にわたり、年間約100回に及ぶ演奏活動を行っています。主な活動として、隊員の士気高揚のための演奏をはじめ、自衛隊の儀式及び国家的諸行事での式典演奏や、定期演奏会、室内楽演奏会、ファミリーコンサートなどの各種演奏会があり、その他にも各府県市町村及び諸団体の公共的行事に参加し、中部方面隊の活動を幅広く広報しています。また学生に対する演奏指導やレコード会社からの依頼による CD の録音協力にも積極的に取り組んでおり、地域の皆様から親しまれる音楽隊として活動しています。それでは音楽隊の皆さん、よろしくお願いします。今日のトワイライトコンサートの副題にも、奈良県の医療従事者の皆様へという副題をつけてございます。まず演奏会の始めに、そんな、今でも、国民の経済活動が少しずつ戻ってきた今でも、医療現場で日夜本当にウイルスと戦って、またこの日本を支えていただいております、医療従事者の皆様へ、この曲を捧げて演奏会を開始にしたいと思います。お聴きください。アメージンググレイスです。Thank you.
ました。さてここからは中部方面音楽隊フルート担当高奥美冬三等陸曹が司会を務めさせていただきます。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。さて今年の5月23日航空自衛隊のアクロバットチームブルーインパルスが医療従事者の方たちへの感謝の意を込め東京都心上空を飛行しました。テレビで見た方もいらっしゃるかもしれませんが当日はニュースでもその話題で持ちきりで空を見上げて手を振る多くの医療従事者の方たちの姿が印象に残りましたよね。また6月には新型コロナウイルスの収束を願い全国の花火師たちが一斉に花火を見ました。その花火の中に医療従事者の方たちへの感謝のための青色の花火があったのをご存知ですか。その他にも札幌市時計台、東京スカイツリー、大阪城や熊本城など多くの建物や施設が青色にライトアップされています。本日は私たち中部方面音楽隊から感謝の青色を送らせていただきたいと思います。それでは行進曲ブルーインパルスお聴きください。
ありがとうございました。行進曲ブルーインパルスをお送りいたしました。さて、続いての曲は私たち中部方面音楽隊が作曲家の串田哲之助さんに移植したソプラノと吹奏楽のための万葉讃歌をお送りいたします。この曲は日本最古の和歌集である万葉集の約4500首もの和歌の中から代表的な4首を取り上げ、その情景が音楽で表現されています。万葉集は昨年5月の改編の際に新元号令和の出典元として話題を呼びましたね。万葉集のふるさと、そして日本の原点でもあるここ橿原神宮で演奏できること、大変嬉しく思っています。曲中で奏でられる和歌はプログラムに掲載しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。今から1300年以上前の飛鳥時代から時を超えてこれからの新しい令和の時代まで、色褪せることのない万葉集の世界をお楽しみください。ソプラノ独唱はつぐみ舞三刀陸曹です。それではソプラノと吹奏楽のための万葉讃歌お聴きください。Thank you.
ソプラノと吹奏楽のための万葉讃歌をお聴きいただきました。さて、突然ですが、皆さんは心打つ歌詞やメロディーを聴いてどんなことを感じますか？音楽を聴いて感動したり、歌詞の意味を理解し涙することは我々人間にしかできない特別な感情だと思います。今年は新型コロナウイルスの影響により不安な日々が続きました。陸上自衛隊は災害派遣として自衛隊病院での感染患者受け入れや空港での検疫支援、また感染患者の宿泊・輸送支援などを行ってきました。我々音楽隊も今年の2月以降全ての演奏会が中止になり、演奏活動ができない中、どうすれば国民の皆様に勇気や励ましの思いを届けられるか模索しながら、4月から YouTube での動画配信を開始いたしました。現在4月の第1弾から始まり、おととい公開した第6弾までの動画が配信中です。微力ながら国民の皆様へ音楽の力でエールを送り続けたいと思っています。続いては日本を勇気づける名曲メドレーと題して、愛は勝つや負けないで、栄光の架け橋など往年の名曲を集めたメドレーをお送りいたします。元気が出る曲ばかりですので、皆様ぜひお楽しみください。それでは日本を勇気づける名曲メドレーです。
がとうございました。ちょっとトランペットも立ちたそうにしておりましたが、体調はどうですか。さて、続いては2009年から3年にわたって放映された NHK スペシャルドラマ坂の上の雲よりスタンドアローンをお聴きいただきます。坂の上の雲は司馬太郎の歴史小説が原作で、秋山義古、実之兄弟と正岡子規の3人を主人公に物語が進んでいきます。先日私たち中部方面音楽隊が公開したコロナに負けるな第5弾の動画では、司馬太郎が晩年を過ごした大阪府東大阪市でスタンドアローンを収録させていただきました。登っていく坂の上の青い天に、もし一度の白い雲が輝いているとすれば、それのみを見つめて坂を登っていくであろう。これは小説坂の上の雲の一節です。困難な状況にも凛として立ち向かった先人たちの勇気を届けたい、そんな先人への敬意と感謝の気持ちがこもった歌を、本日は中部方面音楽隊のソプラノ歌手鶴見舞三等陸曹の透き通るような歌声でお楽しみいただきたいと思います。それでは坂の上の雲よりスタンドアローンお聴きください。Thank you.
私たち音楽隊には奈良県、そしてここ橿原市出身の隊員がいるんです。ユーフォニアム担当、松谷輝信陸曹長です。はい、せっかくなのでちょっと松谷総長に一言お話ししてもらいたいと思います。皆さんこんばんは。私は柏原市小部長が実家にありまして、ありがとうございます出身中学校は宇根美中学校です。宇根美中学校でこの吹奏楽部に入りました。このユーフォニアムという楽器を、現在56歳なんですけど30数年ずっと見ています。で、私はこの柏原神宮とすごいちょっと、縁があるというか、私ここで、33年前ですかね、結婚式を挙げさせていただきました。で、はい、ありがとうございます。で、長男もですね、ここで式を挙げさせていただきました。本当にご縁があるというか。で、本日もですね、この柏原神宮という神武天皇様の、御前にですね、演奏できるという大変光栄な、機会をいただきました。本当にありがたくと思います。今日はちょっと寒いですけどね、その寒さを吹き飛ばすような皆様に、心温まる演奏は披露できるように、頑張って吹きたいと思いますので、最後までお楽しみください。ありがとうございます。紹介いたしました。続いては橿原市のお隣、飛鳥村の穏やかな風景や広大な自然が舞台となった NHK 連続テレビ小説飛鳥からテーマ曲風笛をお送りいたします。1999年に放送されたこのドラマは、ヒロイン宮本飛鳥が父を追って和菓子職人の道を目指し、故郷で新しい和菓子を作り上げるまでの40年の物語が描かれています。大島みちるさんが作曲したテーマ曲風笛は、オーボエ奏者だった宮本文明さんをフィーチャーし作曲され、20年近く経った今でもオーボエ奏者なら誰もが憧れる一曲です。本日はそんな宮本さんの風笛を聴いてオーボエを始めた中部方面音楽隊の大声奏者、荻野亜紀陸士長のソロでお楽しみいただきたいと思います。大声独特の柔らかく温かい音色をご堪能ください。それでは NHK 連続テレビ小説飛鳥よりテーマ曲風笛お聴きください。Thank you.
ました。大声ソロは荻野亜希副主将でした。さて、時間が経つのは早いもので、本日の演奏会も次の曲で最後となってしまいました。結びにお送りいたしますのは組曲レイオブウォーターです。この曲は令和元年11月皇居前広場で行われた天皇陛下ご即位をお祝いする国民祭典で初演され、盲目のピアニスト辻井伸行さんのピアノソロと国民的アイドルグループ嵐が歌ったことでも大変話題になりました。今年の6月に日本コロンビアへの録音協力で発売された鶴見山荘をフィーチャーした私たち中部方面音楽隊の CD、 そして未来へのメイン曲としても収録されています。欽朝陛下の研究分野であった水をテーマに、レイオブウォーター、水に差し込むまばゆい光というタイトルが付けられ、輝かしい令和への幕開けと世界の平和、明るい未来を願う思いが込められた一曲です。曲は全3楽章で構成されており、壮大な演奏で描かれる第1楽章回春、繊細かつ情熱的なピアノで演奏される第2楽章虹の子供、そして最終楽章はジャーニートゥーハーモニー、鶴見山荘の歌とコーラスにより感動的なフィナーレを迎えます。鶴見山荘が歌う第3楽章ジャーニートゥーハーモニーは直訳すると調和への旅、令和がビューティフルハーモニーと訳されることから、令和を生きる私たちへのメッセージ性の強い歌となっています。そして本日は10月12日にピアノ奏者として中部方面音楽隊に配属されたばかりの上野海一等陸士が第2楽章虹の子供のソロを務めます。これからの未来に希望いっぱいの上野一士のピアノソロをどうぞお楽しみください。それではここで音合わせの時間をいただきます。
雫の水が平野流れ、やがて研ぎ澄まされ君を潤し、鳥たちを育み花たちと戯れ、あの貝が立って、はじめはひとしずく僕らの幸せを絵画にすればいい。ご覧よ、僕らは君と共にいる。君が笑えば世界は輝く。誰かの幸せが今を照らす。
今一度大きな拍手をお願いします。贈呈されます方はステージ上までお越しいただきますようお願いいたします。寒い中です。我々演奏してだんだん暖かくなったんですが、皆様座っていらっしゃると非常にお寒いんじゃないかと思って心配をしておりましたが、1時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございます。今でも奈良県の医師会の副会長運命の方に花束を渡されておりましたけれども、本当に医療従事者の方々にはまだこれからもコロナウイルスとの戦いですね、巷ではインフルエンザが流行ってきた時にまた医療が非常に大変なことになるんじゃないかと報道とかされておりますけれども、ぜひ我々国民の期待は本当にあると思いますし、ぜひよろしくお願い申し上げます。またこの1時間の演奏会を主催していただきました奈良県防衛協会並びに柏原人の皆様に心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました。ものすごく心待ちにしていまして、今演奏させていただきながらずっとこう感激をして、こう終わるともう終わってしまったんだなという非常に寂しい思いも、します。ぜひアンコールでもう何曲かやらせていただければと思っております。
昨年の紅白歌合戦で、竹内まりやさんが歌われた曲、命の歌という曲があります。これはこれも朝ドラのですね、大阪をテーマにされた、第一歌で流れた曲でございますけれども、その中で歌われた曲でございます、流れた曲でございますが、我々音楽隊が、このコロナ禍において一番最初に YouTube で、何か皆様に元気づけたいという思いから発信した曲がこの命の歌という曲でした。この曲をまた先ほど立派に、ピアノソロを弾いて、音楽隊でデビューをしました上野海と陸士と鶴見舞さんと陸士の歌とピアノ、また音楽隊の演奏で、この曲をお送りさせていただきたいと思います。それではお聴きください。命の歌。
がとうございました。命の歌を聴いていただきました。今年はコロナばかりで、本当に待ちに待ったオリンピックが中止になってしまいました。来年こそはこのコロナを乗り越えて、日本東京でオリンピックをしたい。我々も本当に強く願っています。その思いをこの柏原神宮の礼拝殿前の広場で、音楽隊が力を込めてその願いを届けと演奏させていただきたいと思います。今年は、NHK の朝ドラで古関裕而が取り上げられておりますが、もうすぐこの曲が NHK でも流れると思います。それでは古関裕而が作りました東京オリンピックマーチ、1964年の時は自衛隊音楽隊が国立競技場で演奏をしました。その曲を東京オリンピックファンファーレとともに演奏しまして、本日の演奏会を終わりとさせていただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。